はい、こんにちは、くんです。晒していいとも別冊号やっていこうかと思います。今日はですね、一人の米商の高校2年生の男の子の話です。まあ、ある高校2年生からですね、どうしたらいいかというふうな、おメッセージが届いたので、それについてまず内容についてちょっと話していこうと思うんだけど、その子はね、今高校2年生17歳なんだけど、小5から中学校まで不登校気味だったことがあって、その時から、対人コミュニケーションが疲れてしまうらしいんだよ。友達との距離感がわからない。で、どういうふうにわからないかっていうと、人の目を気にしすぎるらしいんだよね。自分と他人を比べてしまって劣等感で、劣等感に苛まれると。で、そんな気にすんなって言われてもやっぱ気にしちゃうと。で、自分が相手は自分に何を言ってほしいかっていうのを考えながら話すから、すごく疲れると。嫌われるのはかなり怖いらしい。で、まあ、それプラス、まあ、その人いわく別のことらしいんだけど、半年前から片思いをしていた子に努力すればなんとかなる、頑張れば報われる、など、いろいろ励ましの言葉をもらいました。なので、まあ、それがね、実際最近まで頑張っていたけど、あまり実感できず、まあ、それが、その言葉と矛盾する今の現状に対して、悩みの種というか、それが悩みの種になっているということらしいです。まずね、まず言わせてもらうけど、頑張って、達成できたり、頑張って、実際、成果が出たりするのは、それはできた人間だけに、できることなんです。あなたは多分、どっちかというと、できない人間なのかもしれないです。あなた自身の自己評価って、結構正しかったりすると思うし、多分、人よりちょっと、劣ってる部分が実際もあるんでしょう。それはもうね、あなたにあなたの素晴らしいところがあるんですっていう風に、言うのは、まあ簡単だけど、実際そうじゃないよね。多分劣ってる部分が結構あると思うんだよ。だから、多分、頑張ってできるのは、本当にできた人間だと思うんだよね。本当に優秀で、もう地頭が良くて、もうすごい人間は、頑張ったら何かが達成できたりする。でも、普通の人間にはそれができなかったりするから、まあそりゃ、葛藤しますよ。だってできないの当然なんだもん。だってさ、努力してみてね、できることできないことで人それぞれいろいろあるものなんですよ。全部が全部完璧 100% にできる人って多分、ほぼほぼいないんじゃないかな。まあ、いるかもしんないけど、気にしなくていい程度に私はいないと思うんだよ。で、まあ思うんだけどさ、なんか別のことやったらいいと思うけどね。もし達成できないんだったら。コミュニケーションが無理だったらもうコミュニケーション諦めたらっていうふうに俺は思うけどね。劣等感を感じるのって、それ比べるってことは自分ができるようになりたいと思ってるからであって、別になんか顔が多分あんま良くないんだったら、別にじゃあもう顔はもういいんじゃないっていう、最悪整形すればいいじゃん。最悪なんかいろんな方法あるんだしさ。それにまあでも女の子だったらまあいろいろ、その顔って大事だけど、男だったらまあそんなに顔って、まあちょっとおしゃれすればさ、だってさ、ゲスの極み乙女の棒柄の金玉みたいな顔したやつですらさ、ベッキーとさ、パコれるんだよ。そんなんだって違うって、お金と、あと自分への自信とおしゃれ感があれば、別にどうにでもなるものなんですよ。顔なんていうのは。まあ、だから、もう、まあ、一回顔とかも諦めちゃって、あと、なんだっけ、コミュニケーション能力がないんだっけ、多分ないんでしょ、あなたには。コミュニケーション能力が。多分才能なかったんだよ。だから諦めちゃおう。諦めましょう。諦めましょう。本当に諦めた方がいいと思うよ。もう物事は。なんかね、俺、よくさ、テレビとかでまあよくある、やればできるとかさ、努力は報われるみたいなの、嘘だからあれ。嘘っぱち。才能ないと思ったらすぐやめた方がいいと思うよ。俺とはすぐやめるもん、才能。あ、これ無理だなと思ったらもうすぐやめるね。俺はそうやってね、乗り切ってきた。その代わりいろいろ、瞑想するけどね。いろんなことをやろうとするけど、まあ、無駄だったこともあるかもしれないけど、でも、まあ、自分の楽しいことができたりしてるし、それで現状ながらいいかなっていう気はしてる。で、人の目を気にしすぎるっていうのは、まあ、誰しも人の目を気にするんですよ。全く人の目気にしない人っていうのはまあ少なくて、まあ、人の目ってのは多少なりとも気にするんだけど、まあ、何度もこんなことは話言われてるだろうから、あれなんだけどさ、みんなそんな興味ないよ、あなたに。自意識過剰なんじゃない？そんなに人に対して興味ないし、そもそもあなたっていうか、その高校生って、あんまコミュニケーション能力も得意じゃないし、あんま冴えない系なんでしょ？だったらなおさら興味ないって、あなたに。あなたのことなんてだって興味湧くわけないじゃん。だって、芸能人じゃないんだよ。
どうだっていい、どうだっていい、言っちゃなんだけど、どうだっていいんだよ。だから、別に、何も思われてないから、大丈夫。興味ない。あなたに。そんなに。そんなにあなたは、すごい優れた人物じゃないから、興味ないんです、みんな。だから大丈夫。だから自信を持って自分の好きなことをしたらいいんじゃないかなと思うけどね。まあ、そのままね、まあ、悩み続けて、その自分のこう、なんだろう、こう、向いてない、コミュニケーションっていう自分の向いてないことをやり続けてさ、こう、葛藤に満ちた人生を送るのも、まあ、一つ哲学への道なのかもしれない。苦しみのみが私たちを人間にするという、昔の哲学者の言葉もあるようにですね、苦しみから目を背けずに向き合うことで初めて人間は人間、たらしめることができるっていう、そういう発想で行くんだったらね、あなたはずっと背伸びし続けて、なんだろうな、劣等感に苛まれた方が面白いのかもしれない。まあでも多分それは望んでないでしょ。そんなストイックなことはしたくないだろうから、まあ俺は別の道を行くことを進めるね。なんか、ちょっとぐらい向いてるものがきっと何かあるはずだから、まあ何かしらあるよ。すべてがすべて努力がうまくいくわけないけど、何かしら多分あるはずだから、いろんなことをチャレンジしてみたらいいんじゃないか。そしたらね、自分が好きだったり、自分がこう楽しかったりするものがきっと見つかると、私は思います。まあこんなところかな。やっべ!雑談時間余った。じゃあ、くんさん自分の話しよっか。じゃあおめえはどうなんだよって。じゃあおめえはどうなんだ。俺ね、俺は、そうだな。俺は割とすぐ逃げ出すよ。こんなこと言うのなんだけど、俺は逃げるね。もう、ダメだなと思ったら、あと、なんかさ、よくさ、お前には才能がないって言われてさ、それでも頑張りましたみたいな話あるじゃん。俺さ、才能ないみたいなこと言われたらもう一瞬でやめるね。まあ、あることやってて、お前はダメだみたいな感じのこと言われてさ、あ、わかった、じゃあやめますって言って、俺すぐやめたの。そこはやめたことあって、あることをね。そうなんだ。俺、ダメだったんだ。じゃあ、もうやめようって思って、一瞬でやめたもん。なんだろうな。そういう風にした方がさ、こう、結果的に楽しいことってすぐ見つかると思うんだよね。人生って短いから、やっぱり、こう、自分に向いてるものとか、自分が本当に好きなものとか、自分がこう、やって成功しそうなものって少ないんだよ。少ないっていうか、見つけるのって難しいんだよ。だから、なんだろうな。いろんなことやった方がいいと思うよ。だから俺はいろんなことやったね。いろんなことやったし、まあいろんな失敗もしたけど、まあ、それ良かったかなと俺は思ってるね。あとはそうだな、学生の頃の話は、まあとにかくモテたかったね。とにかくモテたかった。で、なんかモテるにはどうするかって言うと、やっぱ話上手くなんなきゃダメだなと思って、で話上手くなるためにはどうしたらいいのかなと思ったら、やっぱりこう、場数を積むしかないなって。やっぱね、コミュニケーション能力がないってね、やっぱ場数なんですよ。大人になってもね、コミュニケーション能力がない人っていうのは、それは場数が足りなすぎる。人生経験がなさすぎるんですよ。もっといろんなことをね、やらないから、コミュニケーション能力がなくなるんですよ。一つのことに固執しすぎたりとかするから。わかりますか?だから、いろんなことをやりましょう。諦めましょう。コミュニケーションに向いてないんだったらもうコミュニケーションの道はもうやめよう。ね、友達を作る。まあ、作んなくてもいいんじゃない?ワンチャン。一人でも今だって便利なオンラインゲームだってあるしさ。どうだってなるよ。ってことで、諦めましょう!くんでした。じゃ、またね。グッバイ。